前回天塩町を紹介させていただきましたが、遠別町ということで、こちらも留萌管内、北部に所属する、上川管内美深町とがありまして、日本の稲作の北限地とされております。稲作というのは、北海道でも取れるというところなんですけど、今のところ美深町とこの遠別町が、その稲作の北の対し、一番北ということになるということで、アイヌ語に由来するというこの遠別町という名前ですけどね、ウェンペで悪い川に由来すると言われております。同様の語源で、持ちます地名の、地名と同様ですけども、何が悪いのかは、不明ではありますが、幕末明治の探検家松浦武四郎は魚類至って少なしと記されています。また1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名起源では羽幌線の遠別に由来は、ここの川は水質が悪く飲めないためというふうに、されているということです。この他永田、法政が書いた北海道蝦夷語、地名界では山の中に住むアイヌが、浜の方に来てこの地のアイヌと語り合うのを楽しみにしているという、民間語源による、ウエッペ、愛する川という説が、載せられているほか、ウエベツ、二股の川に由来するという説もあるということです。山はピッシリアバ、河川が遠別川、コヌマは存在していないということです。おそらくこれを悪い川というのはこれは遠別川のことを指しているんでしょうかね。遠別町、面積が 590.8 キロ平方メートル、総人口2366人ほどということです。隣接して、苫前郡羽幌町、初山別村、手塩郡の手塩町、中川町、雨竜郡の幌加内町ということです。年間の気候なんですけども、湿潤大陸性気候に、属しております。寒暖の差が、大きくですけども、気温の平行差とかっていうのは、比較的差が大きい、大陸性気候ということで、降雪量が周辺の自治体同様に、特別豪雪地帯に指定されております。年間はマイナス20度前後の気候が観測されることが珍しくなく、寒さが厳しいというところで、いうことでございます。夏も平均してだいたい25度前後ということで、比較的、夏も涼しい、そんな感じでしょうか。まれに30度を超える、日っていうのが出るっていうことなんですけども、暑日を観測したことは、ありません。1896年ここ、白馬、源太郎が、これが最初に、遠別所で記録されている最初の人物ということなんですけども、この方が遠別に入植したことからこの遠別所が始まっているらしいです。姉妹都市、提携都市、カナダにあるキャッスル川市ということですね。朝日温泉なんていうのね、この温泉が出てたりとか、あと道の駅富士見だとかね、そういうのがあったりします。沿岸バスが通っているというところですよね。その道の駅富士見があるところで、富士見ヶ丘公園なんかあったり、金浦原生海があったりとかね、そういうのもあったりもします。ということで今回は、遠別町について、紹介させていただきましたけどもね。で、あれですよね、今回紹介した遠別町、稲作の、北の大地ということで、結局北海道って、もともとの稲作がね、取れる土地ではなかった、ちょっと冷えすぎていたというところがあるということなんですけども、夏がね、ちょっと冷夏だったという、他と比べて冷夏になるということで、稲を育てるのにはちょっと厳しい環境だと言われていたんですけども、ここ数十年というのが、この北海道で稲作というのが芽生えてきて、この遠別町のあたり、この北の方でも、その稲というのが、育てられるようになったと。おそらくあと、数十年すれば稚内とか、その辺でも、米の農産物というのが取れるのかもしれませんね。
ということで、今回の動画は以上です。ということで、最後まで皆様ご視聴していただきありがとうございました。まあ、朝日温泉とかね、まあ、行く機会っていうのはね、まあ、どうしても、まあ、遠すぎてないんですけども、まあ、ぜひ皆さんね、これを見ていただけた方っていうのはね、まあ、興味がある方はぜひ、まあ、行ってみてはいかがでしょうか。車で行くもよし、まあ、まあ、飛行機で仮に行くのだとすれば、まあ、稚内空港か旭川空港か、ここからまあ鉄道を宗谷本線で、乗り入れていきまして、羽幌駅、あるいは佐久駅からこう降りていって、沿岸バスでね、行くということでございまして、まあ、もともとは羽幌線がね、通っていたところではございますけど、この羽幌線が、廃されたことで、その沿岸バスっていうのがね、通っておりますから、まあ、それで、行ってみるっていうのもいいのかもしれません。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回の動画でもお会いしましょう。